はい、皆さんこんにちは、ダイダラです。ぷいぷいモルカーのモルカーパーティー進めていきたいと思います。さてね、今日もとりあえずミッションまずやろうかなと思います。ミッションがね、動画外のところで少しやってたらね、また進んでね、新しいモルカーが来ることになったので、そのモルカー呼びましょうか。この子ですね。なんだろうこの子、知らないモルカーなんだよね。結構知らない子いっぱいいるんだよこのゲーム。新しいモルカーが来たみたいだってことで受け取ってみましょうか。もう一個なんか達成できるのあるな。なんだろう、お、猫撮影だって。チャピオンに乗せたモルカーを撮影したってやつで、新しいモルカーですね、これも。うわ、来た、新しいモルカーが来たみたいっていう結構なんかあるな、これ。よし、じゃあちょっと見てみましょうか。新しいモルカーが2体やってくるぞ。まずは白い、なんだこれ、こう髪型がちょっとおしゃれな子は、新しいモルカー、たらこ頭たらこ乗ってんの。そしてコロッケ、あら美味しそうですね。色合い可愛いな。なんかチョコの親戚みたいな感じする。可愛さを感じるコロッケ。ちょっと撮影だけしとこうか。撮影すると図鑑に登録されるのでね。ちょっと待ってな、先に人参を。これ人参食べたいか。ほれ、ムルク、ふう、よしよし。人参取ってるところを撮影、あ、俺の持ってるやつ食べられたんだけど。ええ、今どっちも撮影できた。これどっちもじゃないか。よし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 、見事撮影できました。そして今度この子か。たらこだっけこの子が。たらこくん、たらこどこ行った。あれ、ワープした、急に。たらこが、ほらほら見て、たらこ、モルカーのこの人参めがけて。これ人参持ってるとさ、なんか向かってくるんだね。なんかさっきミッションでさ、もこの人参を持った状態で追いかけっこしたみたいな感じで書いてたから、こうやって追っかける、追っかけられるとね、始まるわけだね。はい、あげるよ、みんなに食べな。ほら、もう一回あげるよ。大丈夫、みんなで仲良く食べてくれ。ね、よし。ってことで、よいしょ。喧嘩、喧嘩すな、喧嘩すな、君ら。ねえ、発射。オッケー。さあ、新しい、これでミッション達成ですね。みんな美味しい、美味しく食べたか、ご飯。はい。こんな感じでね、モルカーたちがどんどん増えてきましたって感じかな。さあ、繰り返し。これがな、モルカーのお食事。30個人参あげたってやつ。いっぱい人参あげるとこんな風にね、お金ももらえて、みんなハッピー。そして、今なんか達成できたやつが、これかな。モルカーと追いかけっこ来たぜ。30秒以上追いかけっこしろよ、だって次は。結構長いこと追いかけっこしなあかんねんな。これちょっとどっかでやっとこうかな。で、図鑑がこれでかなり埋まったのかな。今回新しく増えたやつ、たらこ。たらこ増やったよ。やべ、俺9000ポイもあるぜ、今。何でも買えるかもしれん。そんなことないか。さあ、コロッケ。新しく、ね、やってきたね、モルタウンへ。よーし。さあ、ミッションこんだけ達成できました。現在の時点でミッションが 22%。かなり終わってきたね。図鑑見てみると、17%、新しいね、モルカーたちがたくさん増えてきたねって感じで。まだまだでも、17%。モルカーまだまだいる。俺もうわからんで、これ以上。よし。じゃあね、進めましょうか。今日も新しい建物建てようと思います。さあ、前回ゲームセンター建ててね、ぷいぷい縄張りバトルっていう、ついに、なんか、某イカゲームの縄張りバトル、あったんですけど、おもろかったよね。じゃあ、今日はこれですね、ゴミ捨て場かな？悪のアジトもあるけど、ゴミ捨て場建てましょう。ゴミ捨てるゲームはあんの？なんだろう、これ。さて、すごい、空き地に、駐車場とトイレができて、ゴミ捨て場もできたよ。人参車のゴミ捨て場。ゴミが人参になるのかな？なんだろうこれ。そして、新しくやってきたモルカー。来た！ゴミ収集モルカー。ねえ、新しくやってきたよ。ゴミ収集モルカー。その名前の通りです。ゴミ背負ってるからな。なあ。さて、モルタウンがまた賑やかになってきたよってことで。うわ、来て、ほら、ゴミ収集モルカー。いらっしゃい。食べるか？人参あげようか、人参。ゴミ収集モルカーにも。よーし。さて、ぐるーっと。ふい。ふい、あげよう。ゆっくり食べてくれよ。パシャ。遠距離から撮影完了。いい感じですね、これで。よし。うまいか？どうか、美味しかったみたいだね。ハッピーもちょっとたまった。オッケー、新しく仲間になったゴミ収集モルカーもよろしく。じゃあ落ちてるもん拾っとこ。さて、じゃあゴミ収集車を建てたことで何ができるようになったのかな。お掃除モルカーで遊べるようだって。やってみようぜ。何するんだろう、お掃除って。きれいきれい。
さて、どんなゲームなのか、まずちょっと遊ぶモルカー変えましょうか。せっかくだからゴミ収集モルカー使ってみる？ゴミ収集モルカー。いや、でも、なんか別の子使いたいんで、やっぱメインキャラまず使いたいよね。さあ、アビー使うか。さあ、アビーと、さあ、2P キャラクターたちにね、またちょっと好感度低めなキャラクター、新入りたち入れていきましょうか。タラコ、0% タラコ。タラコ。ねえ、ジェリー。そして、コロッケ。みんな誰ですかって感じだけど、可愛いね、みんな。さあ、どんなゲームかな？ゴミ収集モルカー。街に落ちてるゴミをいっぱい拾って、ゴミ収集モルカーのところに持っていこう、だって。街の中を走ってると、こんなゴミが落ちてくるよ。A ボタンでゴミを拾ってねえ、だって。はい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 。拾ったゴミはゴミ収集者がいるゴミ捨て場まで持って行って渡してね、持ってくとスコアがもらえる。ゴミは10個分の重さまでしか持てないからね。さらにゴミが多いほど遅くなるから、困る前にゴミ捨て場に持っていこうね。だって、わかった。街を覚えることがまず先決かもしれない。このゲームモルタウンでやるのかな、これって。どうなる？おお、ゴミが人参になってる。どういうこと？どういうこと？ゴミ、いやー、なんだ、行くぜ、スタート。さあ、とりあえず、うわ、ゴミ取られた。ゴミ回収、ゴミ回収、全部よこせ俺に。あ、取られ、あ、俺が回収。待て待て待て、あー、あー、取られる。ゴミめっちゃ落ちてんだこれ。あ、これ X ボタンで押すと、はい、うん、捨てた捨てた捨てた。左上のマップを見るとどこにゴミが落ちてるかっていうのがわかるから、それを見ながらゴミを回収していくわけや。こうやってみんなみんな来るな、後ろから。よしよし、戦闘がんよりだ、これ後ろから押してくれるから。ほら、いや、至る所でゴミ捨てられてるけど、ここ、あ、やばい、足遅くなっちゃった。ゴミ捨てに行こうぜ一回ね。え、ちょ、まだまだ落ちてる。よし、8個あるで今。はい、お願いします。へい、ドゥルル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 、来た。みんな各家庭のゴミ自由に捨てすぎじゃない？何あのでっかいやつ、これ何これ、どでっか、マックスだった、重たい。うお、いきなりなんかやべえゴミもあるんだ、こうやってでっかいマックスのやつも。なるほど、あの白いやつはマックスだ。うわお、重てえよマジで。こっち通行止めだ。待って、こっちの方にもまたなんかめっちゃでかいゴミがあるけど、時間がもうやばいなこれ。もう帰ろ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 。3、2、間に合った。あー、捨てれんかった。でもいい感じじゃない今回。うわ、めっちゃ出てきた人参。うわ、まっぷい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 。ゴミ回収して人参作られるってどういう技術よ。おそじモルカでした。これ結構楽しかったな。イエーイ。あれ、負けた俺。え、負けてるで俺。嘘、ハイスコア更新。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、俺コンピューターに負けた？嘘だろ。ねえ、530ポイ獲得。さあ、みんなハッピー上昇中。やったね。3%しか増えんかったけど。え、ちょっと待って、いや、負けたの納得いってないけど。なんで負けた？ねえ、いや、なんで負けた？普通負けんやろ、優しいに。いや、やっぱ、モルカーのゲーム、コンピューター強えぞ、やっぱり。さあ、今やったモルカーのゲーム、これですね、キレイスキー。今やったことによってノーマルがね、普通難易度が出たけど、いや、俺心配でしかないけど、これねえ、一度に 10個運んだ回数、これ大事だね。まとめて10個運ばんとあかんやつや。スコアが合計たくさんやった。で、これが25個以上ゴミを集めたか。これあれだね、たくさん30個かな、多分1ゲーム中に30個集めるっていうのが多分大事になってくるんだと思う。ちっちゃいゴミを近所のやつでコスコス集めるのが多分コツなのかな、わかんねえ。いや、待って、めっちゃむずいわ、これ。とりあえず、ゴミ捨て場完成のミッション達成です。ゴールド人参。あ、自生してる人参35個拾った。ってね、俺結構ね、コツコツ、あ、20個拾ったのが今、コツコツ拾っておりますので。さあ、図鑑でこれがな、ゴミ収集モルカー発見。建物を建てても1体はね、増えてくるからね。それ以外は多分ミッションで増やすんだろうなって思う。ちょっとね、おしゃれしようぜ、おしゃれ。まず。ね、モルショップ。飾り付けようぜ。さあ、今回はアビーですね。アビーを飾り付けしたいと思います。でも、モルカーショップって絶対可愛いよな。俺も欲しいけど、モルカーショップ。来た。魔法天使アビー。アビー限定、いたしゃ。いたしゃできる？ねえ。このアクセサリーは全身が変わります。だって。
来た。わあ、すごいことだった。ロケットもある。え、アビー限定装備とかあるんだ。うわー、これすごい。全身変わるんだって。いたしゃ3000ピーで買えますか。つけれる。あー、なるほどな。いいえ。ちなみにいたしゃは多分これついてんだよね、もう今。他のキャラクターにも多分つけれるようになるっていうやつだと思うんだけど、これハートとか含めてね、全部についてるけど。アビー、いいなー。ついにいたしゃモルカー、いたモルカーですよ、これ。モルミちゃんっていう、この世界にもすごいのがあるんだな。いやでもこれすごいな。これすごいな、この格好。アビー。いや、なんか別の車みたいになっちゃったな、アビー。ほら見て、ほら、魔法少女ですこれが。いたしゃにされてすげえ落ち込んでたんだよね、確か。アビーはモルミちゃんっていう、ポテトの方がそれっぽくなんのかな、キャラ的には。よし、じゃあこのアビー使って街をきれいにお掃除しに行こうか。羽すっげえ邪魔そうやけどな、これ。ではではやりましょうか。お掃除モルカーで、今回は難易度普通にしたいと思います。さっき負けちゃったんだよね、マジで。マジでびっくりする。負けるか俺。アビー、よく、待って、タラコに重なってるけど、羽がでかすぎんか、羽。よし、お掃除しましょう。私、お掃除大好き。嘘です。そんな好きじゃないです。さあ、ゴミ収集モルカーと一緒に、お掃除の時間だ。行こうか。お掃除タイムです。おお。さて、マップ見ながらやっていこう。待って、これ後ろだ。うわー、もうみんな後ろ行ってる。まずい。え、行き止まり。待って、俺道方向音痴だ。やばい、ゴミがいっぱい出てるけど、俺乗り遅れてるな、これ完全に。よし、ちょっと他のキャラクターと先回りしてゴミ集めていこう。よし、行くぞー。3。よし、10個まず集めなきゃいけないからな。このゲーム1分半もあるからね。長い長い長い、ちょっと君はこっち来ないで。これは私のゴミだ。いや、足遅いからもうダメだよ。足速っ。待って、めっちゃ邪魔される、さっきから。なんだこのモルカーたちは。待って、悪、やべえ、何も前出れねえけど。判定弱、俺全部取れねえ。いや、今回負ける、さすがに負ける、これはさすがに負ける、さすがに負ける、これは。よし、とりあえずゴミ拾おうね。よし、9、10個にしたいな、せめて。ゴミないかな、もうこの辺に。うわー、もう9で出すか。えい、おらい。よしよし、次。え、もう10秒しかないけど。待って、俺点数低くない今回。でっかいゴミ持っとこう。もう重たー、もう無理。負けました、ビリです。いや、ビリじゃなかった。いや、だって俺すっげー邪魔されたんだけど、コンピューターに。魔法少女弱みちゃんじゃん、これ。うー、食べさせてもらえてありがとうございます。ちょっとしか回収できてないけど。お掃除ボールか。やっぱこのゲームむずいわ。ディフェンスで、ね、しっかり羽のとこ来たな。マジむずかった。400ポイゲット。ちょ、これ待って、もうちょっとやらして。これ普通1回も勝てないわ、これ。やばすぎる。ちょっと今度は難易度でまた落として、とりあえずまず1回勝とうと思います。マジで強いから、この子たち。すげえなー、これ。うわー、後ろにゴミが湧いてきたわけだけど、これこっちでいいな、最初は。こっち、敵のより前に行く。前に行って、ゴミを回収しまくる。いや、意外とコンピューターもね、バカじゃないのか知らないけどね、かなりね、後ろから、うわっと、ゴミ持っていくんですよね、みんな。で、これで一回ほんと預けたいとこなんだけど、ここで俺は預けないで、ちょ、いや、で、来ないで、こっち。あ、いいよ、やっちいて、やっちいて、やっちいて。よし、7。8。よし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 。8まで増えた。9
90までいったら、でもこれスコア稼ぐんだったらね、絶対に10個でやめた方がいい。10個重すぎる。10は重い、マジで。はいはい、10重てー、マジでパンパンなんだけど。これね、スコア狙いだわ。うわ、待って、周りにゴミだらけだった、これ。へピュン。待って、これ目の前にある。10ある。よし、重たい。よーし、投げ込んだぜ。よし、これいける。でっけー、重てー、ゴミを持っていけ。スライモル、スライモルプイヨーライ。300超えた。もうええやろ。妨害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 、あ、妨害できへんかった。あ、投げ込まれた。よし、さけが発表。やっと勝てたよ。いや、なんかシビウめっちゃ強かったけどさ、さっき。今回なんかめっちゃ弱かったよな。なんでだろうな。いや、むずい。これ、運も絡むな、めちゃくちゃ。というわけで、ようやく、1位イタシャモルカ大勝利です。アニメのイタシャの回、俺結構好きよ。さあ、600V 獲得。結構もらえるんだよな。いいね。優しいだと多分2倍の値。で、普通だと3倍ぐらいもらえるのかな、多分。獲得したポイントに対して。てか結構お得だよねってやつ。よーし、今ミッションめっちゃ良かったと思うよ。もう今もう俺は満足した、完全に。ね、ダンスダンス。いや、結構ゲーム癖になってくるな、このゲーム。さあ、お掃除モルカー5回、あ、3回プレイしたからね、新しいモルカーが来たみたいだよっていう。白黒の可愛い子来たぞ。そして、今回一度にゴミを運んだ、10個運んだ回数がね、4回だったからね、またもらえて、ミッション達成。まあ、最終的にはこう何回もやって10個集めて納品をひたすら繰り返してスコア高めていく感じかな。さあ、1回のゲーム中にゴミを30個以上集めたってやつ達成です。 1500V、 うめえうめめめめ。いや、今回は素晴らしい出来合いでしたね。よかった俺。で、モルショップもなんか達成した。イタシャ買ったからかな、多分。これ来た、モルカにアクセサリーをたくさんつけたよってやつ。いっぱいつけたらもらえるよってやつ。いいね、これ。そして、新しいモルカーがやってきた。やってきたモルカーは、わー、なにこの子、かわいい。新しいモルカー、ポンターだって。ポンタくんだ。かわいい、こんな子いるんだ。ポンタ、お前、かわいい顔してるな。虹食べるか、ほら。虹あるで、これ。ほら、虹見えへんか。ほら、人参、ほら。ついてこい、ついてこい。2時間ぐらい追っかけっこしようぜ、俺と。これで人参を持ったまま。あ、取られた。貴様、なんてことを。美味しいか、美味しいか、ゆっくり食べよ。よし、まあ新しい子も増えたって感じかな。いいことだ。さあ、じゃあ今回ここまでにしましょうかね。まあ、とりあえずちょっとフォトスタジオで、写真撮ってから終わろうと思います。どこにしようかな。なんか、スタジオ、お姉さんちゲームセンター内とか、なんかいろんなとこに撮れるんだけど、なんか映えるとこがいいよね、ほんと。あ、壁紙でほら、キラキラ夢川ってのがある。今の魔法少女のやつにめちゃめちゃ合ってるかもしれないし。なんかハートとか、壁紙風にできるんだよね、多分これがあると。で、モルカーのね、新しい、この、ポーズ的なやつとかも、もう、今俺めっちゃプイ持ってっから、プイ符号だからね、いっぱい買えるんだわ。これプイ符号だから。なんか LINE のスタンプみたいだよね、この辺のって。だいぶ。くるくるーとか。あ、でもやべえ、やべえやべえ。お金使いすぎてる。お金使いすぎてるからまずいぞ、これは。ねえ、どうする？びっくって。モルカーの顔、かわいい、マジで。マジでかわいい。やべ、もうこんな方にしとこう。無限に買っちゃうからな。あー、表情とかもあるけどね。スタンプとかも買いたいんだよな、スタンプとかも。あ、ぷいぷいとかいいな、ぷいぷい。やべ、お金が消えちゃう。びっくりマークとか買っとこう。よし。とりあえず、で、これで撮影しましょうか。まあ、アビーだけでいいかな、今回は。で、今までセットしか撮ったことなかったけど、壁紙で撮ってみたいと思います。壁紙。わ、そういう感じか、これって。あー、いい、キラキラのところ。セットに移動しましょう。あー、なるほど。こういうとこで撮れるようになるんだ。はい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 。ねえ、うわ、難しい撮影すんの、これ。
まあ、とりあえずアビーこれで撮影しておきましょうか。バシャン。よし、アビーいいね。魔法少女になったアビー。いたしょの回ちょっとかわいそうだったけど、よかったよね。いつかかっこいいモルカになれるといいね。はい、というわけで終わりましょうか。で、やっぱなんか専用のね、コーデとかあったりとかして、結構やっぱこのゲーム、モルカー愛に溢れたゲームですね。いいゲームだ。さて、次回なんですけど、また、新しい建物建てたりとか、ね、ミッション達成とか、新しいモルカー迎えたりとか、またやっていきましょう。はい。それではチャンネル登録したい方は、チャンネル登録や高評価よろしく。またね、おつぽよ。